築地電気株式会社は、かつて名古屋市南西部で路面電車やバスの運営を行っていた企業である。略称は、蓄電。1898年に開業した名古屋電気鉄道を1922年に市営化し、名古屋市電は発足した。市電を運営する名古屋市電気局は1930年に市営バスの運営も開始し、 1935年から1938年にかけて名古屋市内の路面電車、バスの買収、統合を進めていった。この築地電機も買収、統合の一環として市に買収された事業者の一つである。築地電機は電気軌道の運営、新宅事業、海水浴場、遊園地、娯楽施設の運営、土地、建物の売買。 新車などを目的として1916年に設立された。1917年には中核事業である電気軌道を名古屋市電に接続する築地から稲江新電の間に付設した。その後電気軌道は延伸され、1926年に下野一式電車軌道に接続する下野一式まで到達し、名古屋南部に循環線が形成された。また、 開始時期は不明だが、バスの運営も行っていた。運営していた軌道線は、大半が専用軌道で、田園地帯を、のんびりと走っていたという。沿線の人口が少ないため利用客が少なく、業績は振るわず、主に臨港地帯の工場への通勤者や漁師が、利用客であったが、夏になると沿線にあった宝浦海水浴場へ、向かう海水浴客で賑わった。また、 庄内川付近で採取された砂利を市内へ輸送することもあったという。1937年3月、築地電機の軌道、バス事業は名古屋市に買収され、名古屋市電機局に移管された。バス路線は市営バスの路線網に組み込まれ、軌道線は名古屋市電の路線網に組み込まれた。市営加護築地線と命名された軌道線は、 旧下野一式電車機動線との連絡が図られたり、築地口稲江町間が伏線化されたりするなど、設備の改善がなされた。そして、稲長町下野一式間は1969年2月19日まで、築地口稲江町間は1971年11月30日まで、運行が続けられた。路線データ1935年12月末現在、 停留場一覧接続路線支援課時、電車8両と、貨車10両が、名古屋市電気局に移管された。電車は、木造単車で、34人乗りと40人乗りの2種類、あった。支援課後、1937年9月18日付で8号、1938年4月20日付で1号から3号が、廃車され、34人乗り単車は消滅した。 40人乗りの単車は、車両番号12号から15号に変更された上で、築地線でしばらく使用され、1950年4月1日付で13号、1951年10月18日付で12号、14号、15号が廃車された。貨車は付随車であり、車両番号は101号から110号まであった。 市営化後の1937年9月18日付で10両揃って廃車されている。築地電機のバスは、築地口から嵐子川西木町間と、築地口から嵐子川から飛行場間の 5.0km で運行されていた。市営化によって市に移管された車両は4台であった。沿線には西木町遊郭や飛行場があり、運輸成績は良好であった。 築地電機には、築地下の一市機関の営業路線のほか、いくつかの未完成路線や、計画路線が存在する。なお、営業路線の稲江新殿下の一市機関は、特許が失効していた時期があり、その機関は未成線であった。ABCDEF、地方鉄道及び軌道一覧。昭和10年4月1日現在、2月27日許可、軌道上と、 官報1937年3月4日、電気事業要欄。第19回称は3年3月。ありがとうございます。